いや、まあ終わったというか、なんていうか、おお、すごい。ここ除雪済みなんですよ。除雪済みなんですけど、雪が最初の動画が朝8時半ぐらいだったんですけど、今もう2時になろうとしてる。まあお昼ご飯をね、ちょっとゆっくり食べたので、まあ少なく見積もってもまあ3時間、4時間はやってますね。お疲れさんです。お疲れ。結構やばいですね。久しぶりだな。本当ですか。糸魚川の人たちにとっても割とここまでは結構って感じですか。近年ないね。あ、近年ないぐらい。悪い時に来ましたね、僕。久しぶり。休みましょう。はい。じゃあ先生、よろしくお願いします。はい。はい、まあ、起きる周りから少しずつ。ちょっとずつ、うん。外したものは、この中に入れていきます。これはエンジンの中身を入れたいから、じゃあ、別かな。とりあえずリフトの上に置いていきますか。はい。しょっぱなから硬えな。さすが修行が足りんっす。洗う時とか邪魔っすよね。そうだね。まああの引っ掛けだけだからそこをちょっと、はい、うん。ちなみに今回はこういう2004年創刊の本なんですけど、なんて言うんですか？バイブル。バイブルって言うんですか？はい。取り外しの手順、サービスマニュアルより詳しいとか言って、あの写真付きでこう手順を紹介してくれてる本があるので、これを参考にしつつ森川さんに教えてもらいつつやってます。頑張ります。決めたら結構バラバラになるの早いっすね。あー、そんなね、時間はかかんない。なんかもっと時間かかるものだと思ってます。でもまだ中身動かすの大変だよ。外側がね、うん、綺麗になってってるだけなんで、まだ。マニを取ってって言ってるけど、マニを取ってたから。マニ取ったよ。あれ？どういった？あれ？ん？これ？イエーイ。あ、いいっす、汚いから。取れん。これが外れない。締めすぎ。硬すぎて。なんで？俺の力でも外れなかった。なんで？年の子ってやつだね、社長。すごっ。まあ、でも僕、除雪で鍛えんだね。そうですね。除雪で。除雪で。頑張ります。それなんか、うん、特殊な技があるんですか？普通に緩めるだけ？そう、緩めるんだけど、この株、押さえる場所あるから。はい。はい。はい。
かなきゃいいんだ。もう見てるよ。はい。あ、やります。反対行く。ああ、行った。あのね、インとイゲゾスを変えとこう。はい。物は同じだけど、ついてたところにつけておいた方がってことですね。うん、ベルトから外した方がいいですか？ちょっと、ちょっと、ここ張りがあるから、ほんとこう、いるな。ああ、そういうことですね。うん、おお、これはもうこっちに入れちゃいますか？はい。その前にこの邪魔なものを取る。ああ、そうします。あ、これ、あれさっきなんかボルトがい、あ、それやめた方がいい、折れる。どこで判断するんですか、そのやばいっていうのは。伸びる感じ。ああ、煮るって、はい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 、っていつまでだっても緩まないからね。はい、うん、それがってことなんですね、うん、ボルトが伸びてる証拠だから。はあ、ねじれてる証拠だから。ってことは、今回で言うと、うん、このホースのこのバンドっていうか、この締めてるところをクランプか、そうだ、ね、を外していけばいいですか。外していくしかないね。あとここを緩めときですね、うん、発力屋さんもなる硬さ。ここは大事か。YouTube って大変。OK です。おざす。これずつね。はい。外から、うん、こっちか。外から内に少しずつ。これめっちゃ緊張する。やばい。これ順番はカゴに番号書いてある。 E の1番、1番、2番、3番って書いてあるはず。要はエキゾーストの1番、2番、3番。へぇ、磨いてみ、分かる。 この C、P、Q、F、G ってのは何ですか？それ関係ない。あ、これ関係ないですか、うん、E の2番、3番、4番、5番って書いてある。切ったね。いや、まだでも切れないかも。本当ですか、うん、おお、取れた。ちょっと見てもらおう、みんなに。中身はこんな感じでした。これは綺麗な方なんですか？うーん、微妙。僕の手元にこの子が来てからはね、もちろん開けてないですけど、僕の手元に来るまでにどのぐらいね、そのメンテナンスされてたかとか、じゃあ開けたのか開けてないのかとかがわからないんで、なんとも言えないんですけど、素人目に見たらそれ汚いですよね。すごい、初めてちゃんと自分で開けました。嬉しい。で、こっちがこれなんて名前？タイミングプール。タイミングプール、これがもう全然外れなくて、もう多分20分ぐらいやってみたんですよね、うん、全然外れなくて、もう壊す勢いでやろうかってやってるんですけど、それすらも外れないって感じ。そうだね、ポンプやりたくねえもんな、うん、どうしましょうね。あ、曲がった。お、あ、曲がった。うん、いや、壊すつもりで。でも隙間は空いてきてますね。うん、困ったね。困りましたね。必殺いかがや。お、必殺技があるんですか？技という技じゃないんだけど、はい、ポンプもいっちゃうね。そう、今この歯車を取りたいんですけど、すぐ横にオイルポンプがあって、でオイルポンプはこれ、うん、これはそのまま再利用したいんですけど、これが硬くて取れないんで、今みたいにガタガタやってたらこっちも壊れちゃうんじゃないかって言って、下手すれば壊れる。悩ましいってところですね。ちょっとでも痛んだよな。もうちょっと頑張ります、森川さんが。
嫌な役だな。嫌ですね。でございました。というかこれです。こんなんです。ぐっちゃぐちゃです。これしょうがないですね。壊れました。壊れました。休憩しましょう。あのあっちのこの僕のあの発力を守ってくれてるインプちゃんの雪がちょっとさすがにやばそうなんで、ちょっと発力を後ろに持ってって除雪しましょう。だってこれ朝除雪したんですよ。だってさ、もうさ、あんなに雪積もってるからね、ダメですね。はい、では除雪1時間ぐらい、1時間半ぐらい除雪やって、なんとか店の前も落ち着いたのでこれに戻りたいと思います。これからの作業は説明すると何ですか？ヘッドボルトを外して、はい、ヘッドをはぐります。いよいよですね。シリンダーヘッド、せーの、ぐるっと一周、ぐるっと一周、はい、対角線にってことですね、はい。汚ねえって感じですね、うん、初めて。普通に抜いちゃっていいんですか？取れると思います。重たい、よっ。おお、これはちょっと皆さんにお見せしよう。燃焼室がようやく見えました。いや、悪くないと思うよ。ああ、そうなんですか、うん、その判断するなんかコツみたいなのってあるんですか？カーボンスラッジの量と色、うん、こういう白くなってるのとかは別にいいんですか？ね、うん、あの燃焼がいいと、効率がいいと白っぽく、はい、あ、じゃあこういうのは悪くないってことなんですか？へえ。黒いのは燃料が濃い。この端っこに溜まってるこういうのがスラッチっていうやつですか？このこれこれで、ガスケットを抜いていくと。でもなんか嬉しい、こんな燃焼室をこんなに自分で開けてみることはないと思うんで。あ、ウォーターポンプか。ウォーターポンプこれですか？そうです。これ外して、ひっくり返してオイルパンも抜いて、で、オイルポンプ抜いて、って感じですか？そうですね。おぉ。じゃあ、あとちょっと頑張ります。洗浄台に、はい、クランクが見えてきました。次はこの辺を全部外して、まず、まあ、これ取りましょう。オイルポンプ、あ、オイルポンプ、あ、うん、オイルポンプこっちか、うん、これを外します。ここすごいな、不織布。本当だ、すごいですね。ね、今なかなか外れなかった、そのせいだ。白壁みたいになってますね、うん、よいしょ。横は厳しいな、縦にこうでないとくるっと回るから。そうそうそう、こういうこと、こういうふうにこうやるとくるっと回るから、はい、縦の方向に、うん、こっちに言えばいいってことですね。そうですね、うん、初めてこの構造を見てます、僕。どうですか？ああ、結構傷んどるね。こんな感じです。これがコンロットメタルです。コンロットメタル、これだからこのシミみたいになってるのが傷んでるっていう証拠なんですか？そうそう、当たりが悪いね。ああ、なんかあと横になんか線がビチャって1本入ってますね。ああ、それはあの傷、そういうのがあるとやっぱり良くない、うん、ゴミを拾って、要はゴミが入ったってことだよね。ああ、うん、
例えばオイル交換頻度が悪かったりとかするとそういうのになることがあるってことですか。まあ、ゴミはね結局フィルターで開きれないから入っちゃうのか、組んだ時にもう入っちゃったのか。ああそういうことですね、うん、よしちょっとやってみます。はい、押しながら下から支えてればいいんですか。あの押しながら手で支えて、こういうことですね、うん、で押していけばいいですか、うん、押せない、押し切れなければこれで、あ、こういうことですか、うん、取れた。あー、オイル、あー、オイル、あぶねー。で、このピンを合わせる。詰めよう。できました。おこれバーッと取ってたっていいですか、うん、いいよ。ちょっとクランクが美味しいね。はい、うん、うわー意外と傷んでるね。見えますかね。これ傷んでるとパワーにも影響は出るんですか。耐久性ってだけ、うん、流れるほどじゃないからこれでもう当たりはついてるんだろうけど。先生、おお、じゃあもしかしてこれで終わりですか。そうそう、おお明日はヘッドバラしましょう。明日はヘッドバラ、そうか、ヘッドがまだあるのか。腰下はじゃあこれでバラし終わり。じゃあ今日はこれで終わりですかね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやなんか長い一日でしたね。除雪が長いだけで。除雪だって全部で5時間とかやってましたよ多分、うん、いやお疲れ様でした。また明日。